花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日はちょっと涼しい感じがしますけどもですね、まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日は金玉ということでね、ギターサポートは桜田武さん。はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞね。ということで、ちょっと雨がね、いろいろ強く降ってて、僕ちょっと心配なんだけど、はい、音楽川がね、どうなってるかっていうね。僕は福岡なんですけども、やっぱりね、熊本とか九州はね、ちょっと今大変かもしれないですけどもね、どうかお気をつけいただきたいと思います。今日はですね、ゲストなく金玉。金玉はしばらく、今日連チャンですか。うん、先週に引き続きですけども ね、今日終わったら、ね、ちょっとない感じになりますね。そうですね、はい、ゲストの皆さんもね、お入りいただいてますのでですね、そういう感じになりますが、ね、音楽が心配だなみたいなね。うん、福岡、九州は最近多いですね。九州とか広島とかね。そうなんだ、ね、こう雨の通り道が変わったのかしらね。うん、台風もそうでしょ。高知はね、毎年台風銀座って言われるぐらい、夏のもう風物詩だから慣れてたんだけどね、水が出たりとかっていうのは。だけど経験したことない瀬戸内とかそっち行くとね、うん、やっぱ大変ですよね、慣れてない分ね。そうなんだよね、うん、去年はね、確か去年だと思ったけども、僕の友達から聞いたらね、50センチぐらいのところで決壊が免れたのね。あとね、だからちょっとね、心配ですけどもね。ということで、今日はなんか、金玉、はい、ね、お便りからいきますか。お便りからいきますか。うん、一曲なんか歌いますか。行き当たりばったりですいませんね。すいませんね。久しぶりになんかね、インスピレーションからいきますか。はい、お前にあげよう今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、全ての夢をお前に託しての Knock on your door。鎖に繋がれ夜を覚
今日の1曲目から後ろインスピレーションをお届けしました、ということでね、ちょっと集中力がね足りないいろんなこと考えながら、いやちょっと考えてたね想像してなんかね、この番組始まる 前にちょっとメールとかいただいたんだけど、ちょっと結構今雨が激しいというね、そうですね、らしいということをね、いただいたんですけども、番組前に連絡しないでくださいちょっとやっぱ考えちゃうよね、いろいろね、まあね、そうそう、いうわけです。はい、メールご紹介しましょうか。メールね、はい、はい、これ高橋、勤高橋さん、アトランタからいつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。はい、こんにちは。雨の武蔵小杉に皆さん遅刻しないで着きましたか？着きました。あ、着きました、大丈夫でした。オリンピックも終わりましたが、自分が住んでいるところでオリンピックが、はい、うん、開催された経験者としては、うん、緊急事態、ね、そうですね、はいはい、緊急事態宣言下ではなく、うん、平時の状況で開催され、オリンピック独特の空気感を経験してもらいたかったです、うん、それが残念でなりません、うん、それは私たちも残念だよね。そうですね、そのね、うん、興奮度がまた違うでしょうからね、うんうん、残念といえば、本当なら本日はゲストをお招きできたはずだったのに、うん、そうでしたね。美女を前にしたカナオさんの反応が見られないことも残念ですあ、そうね、そうなんですよね、今日はね、はい、先久保はるみちゃんが ね、ゲストの予定だったんですけどね、はいはいはい、また延期で、また楽しみが先にね、そうですね、やっぱこういう状況っていうこともね、うん、ありますし、神戸の方からね、そうなんですよ、わざわざいらっしゃる、ね、まあ、移動するのも関西の方も大変だしね、結構いろいろね、うん、タイミングはちょっと合えばまたね、うん、そうですね、ぜひね、楽しみにしてください。今日もリクエストさせていただきますよ、うん、はい、外は雨なので、ここは一発私の青空で気分を晴らしてください。おっす、おっす、私の青空来ましたか。なんかね、座ってる場所がちょっと違うと、違うでしょ、ちょっとなんか感じがちょっとまだつかめないね。うん、いつもはこのラジオお聞きの皆様はね、まあ VTR とか撮ってるので、それご覧の皆様は分かると思うんですけども、ちょっと奥にね僕来てね、今歌ってるんですけども、うん、まあいろいろ音もそうだし、なんかいろんなことちょっとトライしてみてね、それでまあ今日からっていうか、まあ以前からちょっとやらせていただいたんですけど、僕の目の前にはこういうアクリル板がね置いてあるんですね。で、分厚いアクリル板で、ゲストいらした時もね、これがもうちょっとあるんで、歌った時にもちょっと安心かなということでね、またまた要するに感染防止対策としてね、まあ今日からまたね引き締めてやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。金玉の時はね、大体生で歌うんだけども、途中で1時間 CM なしなんで、僕の、まあ、番組っていうのが、うん、だから途中でその CD をね、僕金玉の時でもかけて、はい、ちょっとその時また換気をしたりとかね、はい、できることはね、いろいろねやらせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということでね、私の青空でしたっけ、はい、はいはい、アトランタ、もうアトランタ今はもう夜だね、夜ですね、でそろそろもう晩酌できるでしょ、向こうはね、もう10時過ぎぐらいじゃん、うん、飲みながらでしょ。私の青空いきますか、はい、輝く青空。
はい、ということで私の青空お届けしました、はい、アトランタの、高橋勤さんのリクエストにお答えしましたということで、お便り、続けていきましょうか。続けていきますか。はい、はい、いやちょっと細かい字なので。あ、字がね。どうですか。最近はもうすでに老眼老眼老眼。もう今更老眼老眼老眼。老眼なんかそういうことあったね。ありましたね。ね、ララミ牧場違うか。ララミはそうかね。音楽魂様、カナオさん、としみさん、桜田さん、はい、キキさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先週の金玉、毎度のことながらリアルタイムで聞けず、一人で私服のバスタイム中聞いていました。おお、いいね。お風呂で。お風呂で。リクエスト曲なんだっけの時思わず、あ、ファックスメールと思いましたが、はい、リアルタイムでなかったわっと一人で笑ってしまいました。なるほど。でも覚えていてくださってありがとうございました、うんうんうん、とっても嬉しかったです、はい、さてさて、先週の告知のしゅんさんのレコ発ライブは大盛況の様子、はいはいはい、本当に良かったですね、うん、はい、ありがとうございましたね。クロコダイルでね。クロコダイル行きましたね、はい、あの素晴らしいステージでしたね。よかったでしょう、ね、よかったね。ね、としみさんに言われたように、音楽はブルースは心のワクチンですね。うん、感染拡大の中大変だったと思います。お疲れ様でした。これはね、私がブログをちょっとね、書いて、そのブルースそういうことをちょっと書いて読んでいただいて、心のワクチン、はい、いいこと書くじゃないですか。やっぱさすが作詞家でしょうね。さすが素晴らしいんじゃない。かなおさんが先週、これで良かったのかと言われていましたが、うん、私は良かったと思っています。うん、音楽魂に出会えたことはまさに私の心のワクチンですから。 ありがとうございます。青っていう元気な第一声から、はい、ゆるい感じが好きです。そして、ね、仕事やお昼の支度でリアルタイムで聞けないときは、うん、後で編集してアップしてくださること、はいはい、しかも映像編まで、そうですね、本当に嬉しく感謝しております。で結構ねやっぱりこれをそのもともとは映像とその、まあ、音と一緒にしてね、作っていただいてた会社があったんだけども、ちょっと今そういうことができなくなっちゃって、ちょっと大変だよね。キキさんがそのままダイレクト映像で撮っていただいて、で松下さんが、まあ、写真とラジオ音源とね、はい、音源とね、うん、まあ、2パターン出してみますけどね、はい、これからも楽しい、音楽を届けてください。リクエストですが、不良中年のすすめ、ハングリーアングリー、ハングリーアングリー、マイフレンドとかとしみさんがいつの回だったのか、広田美恵子さんの人形の家を聞いてみたいですって。子供の頃分厚い歌本を手に大人の歌謡曲をよく歌っていました。中でも人形の家は、ね、懐かしいです。ほう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 。それといつかの、いつの日かしゅんさんの You are the one をの日本語の歌詞を楽しみにしています。ありがとうございます。日本語で歌詞書くの？いや、まあ、ちょっとノリでね、そう言って、うん、いや私大好きなんですよ You are the one、ね、いい曲だよね、あれね。そう、他の方のリクエストもたくさんあると思いますので何でも良いです。ご先祖様に感謝して、はい、音楽魂に感謝してを忘れず、また医療従事者の方々に感謝して今日も金玉をゆるく楽しませていただきます、うん、ありがとうございます。笑顔さんです ね、これはね、ありがとうございます。もともと菊田俊介さんのファンの方ですね、ですよね、はい。それから音楽魂を知ってよく聞いていただいてるんでしょう、それからね。あ、そうなんだね。すごくありがたいことですよね。ありがとうございます。私のブログもいつも読んでいただいて。言ってね、いただける、本当に僕はいい加減な男でね。いやいや、いい加減じゃないです。いや、好き勝手にやらせてもらってますけども、でもそうやってね、聞いていただけたり、こう、うん、ファクスいただいたりするのがね、やっぱり、僕の本当に生きる張りになりますよね。そうですよね。リアクションがあるとね、やっぱ聞いていただいてる人がいるんだわっていう。だから最初はね、もう十数年前になりますが、ね、13年ぐらいね、前に。だからね、どこに向いて歌っていいか分かんなくて、うん、一回歌ったの聞いたのよ、うん、最初の頃。そしたらもうマイクが音すぎちゃって、割れた声は直せない
当てた声は直せないね、うん、それでだから立って歌ったりしてたんだよ、一人で立ったり座ったりして喋ったりしてさ、いろいろね、やっぱりこう試してみたけどね、うんうん、でもなかなかね、僕自身がまだまだ歌えなくて、もう40年歌ってんだけど、今また歌の練習してんのよ。お歌がね、なんか思うようにやっぱずっとこれ一生かかるね、うん、かかりますよ ね、うん、終わりがないから、うん、まあ曲作りもやってんだけども、ちょっともう一回一からね、うん、松下先生に習って。いやいや、私はとんでもないよ。とんでもないです。いやいや、やっぱりね、大御所の方にはお断りしてます。何いやいや、ということでね、まあ、でもね、うん、そのやっぱりいつまでたっても終わりがないというか ね、うん、ただこうやってラジオで皆さんとお会いできたことがね、本当に嬉しいです。嬉しくてね、うん、桜田さんとキキさんも有名になっちゃったんじゃない。有名人だから全国展開ね。そうそう、聞いてて、キキさんもね、うん、桜田さんも、ね、だから向こう行ったら、いろんなとこ行ったらこうスイスからもみんな知ってるからね。そうそうそう、あ、はいはい、スイスの人とか、なんか髪型が変わって、そうキュートってなんか書いてなかった、なんかね、スイスのね、ハニーマーティン、ハニーマーティン、ね、ハニーマーティンはね、厳しいからね、結構チェックが入るんです。そう、俺なんかはね、うん、まあ言うよ、うん、やかましいってソフトに歌ってくれって。あとさ、はっきり言われるからね。あとさ、ぼやいてるじゃないですか、たまに、うん、こうなんていうの、こう後ろ向きな発言で、うん、そうすると、うん、ハニーは、うん、多分お酒に溺れてんじゃないかと思って、そういうことが、酒は解決にならないよとかさ、結構厳しいことか、ね、メッセンジャーは厳しいからね、海外の人はっきり言うから。 そう、うん、その代わり、いい時はしっかり、うん、しっかりやっぱりいい時はね、うん、やってくれるし、向こうのやっぱりそういう専門のロックだったりとか、うん、そういうチャンネルみたいなのあるじゃない、うん、そういうのに上げてくれたりするしね、うん、だから結構川崎 FM も有名になってる。ハニーマーティンね、うん、まあ山本教授さんのファンなんだよね。そうそうそう、教授さんのファンとか、まあ、うん、ハニーだけじゃないんだけど、他の方もね、うん、そういう、まあ、広がりを少しずつね。電話来たもんね、一回ね。電話来たよ、国際ゲストの時。あ、本当。そうだよ。え、ハニーちゃん。本番前に。で、山田さんがこうやってて、加納さんどうしましょうか。それアタッチャするよね。うん、ね、でもね、プレゼントも送ってくれたりしたのね。そうそうそう、クリスマスも。いろいろありましたよね。本当はメロンもね、この間届きましたしですね。いろんな海外からもね、クリスマスプレゼントをね。うん、いただいたりとかね、いろいろありましたね、はい、でもね、いろいろいただいてましたよ、はい、じゃあリクエストお答えしますか、これ。あ、それちょっと後ほどね、後ほど、うん、江川さんの、はい、江川さんのはね、うん、3曲ほど来てるのけどね。あ、そう、じゃあここでね、ちょっと、換気タイム取りますか、はい、はいはい、そうですね、ということで、金田四郎の、これは40年前の、41年前になりましょうか、はい、アルバム、これまだアナログでしたね。あ、うん、その中から、はい、1曲、聴いていただきましょう。Last Time Blues。お前の寝息を背中で聞いて、別れのドアを出て行くよ。夜明け間近の風が歌う、 oh, 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 Last time
に巻きつけて はい、ということで、金尾由郎の、ラストタイムブルース聞いていただきました。いい歌だね、かっこいい。ありがとうございます。しかもイケメン、声が、ね、声がイケメン、声があって昔もイケメンだったっていうお話と思うんですカラオさんでもあのアルバムの、うん、あのあれでしょ、顔があんまりわかんないんだよね。そう、あのね、顔をね、どういうわけか出したアルバムないんだよね。この時もあの、まあ、ちっちゃくは映ってんだけども、あの金尾由郎&ウエストっていうバンドでデビューしたんですけど、エピックからね。でこの時もね、顔はそんなに出さなかったんだよね。顔もガンと出せばよかったじゃないですか。いや、なんかね、でシングルが顔がドンと出たんだけど、それが相手時計のやつね。そう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 、あのちょっとたまたま髪型とかもさ、あるんだろうけども、そのそういう感じになっちゃったんで、それからすごい嫌になっちゃって、でちょっと別のレコード会社映った時も顔は影にしちゃったのよ。だから顔はずっと出してこない顔出した方が良かったじゃないですか ね。そうかな。そりゃそうでしょう、ハンサムだったら、ね、一回アンアンかなんかの取材で、あの金尾由郎と踊ろうみたいな、なんで俺が踊ったの東京まで来てみたいなまたさ、そういういや、ちょっととんがってたなよ、とがってますな。結構そういう時期がだったかもしれないね、この時は。だからあのそういう外見と自分が持ってるイメージっていうのはまた違う。なんかそういう扱いされるのが嫌だったんでしょうね、きっと。音楽的なことで勝負したいとかいうのがあったのかな。そうかもね。だから最初の頃は役者の話とかも来たけど、嫌だって、あの丁重にお断りしましたからね。でもそれをもしやってたら、あのまた人生も変わったのかもしれないけども、今歌っていないかもしれないね。まあ役者さんになっちゃって、専任になっちゃったかもしれないね。もしかしたら。まあでもね、もう全く興味なかったのよね、自分が。普通はさ、そんないい話が来たらさ、あれ、そう乗っかっちゃうじゃん。渡瀬すね子さんの事務所だったから。そしたらあのなんとかのタクシーには出てたかもしれない知らないけど、そんなのあるの。あ、いや、ただそう、なんていうか、バンドを抱えてたんで、なんとかな、あの一緒に出てきたっていうね、思いもあり、その、やっぱそういうのはちょっとなっていう。でも結局あんまりうまくいかなかったんだけど、あのいろいろね、人生はあるよね。今はあの何でもやりますって言った方がいいじゃん。今は今でもあんまりやりたくない。嫌なこと嫌だ。出たことあるんだけど映画に、あの、ね、だからまだ封切りされてない。そう、なんかね、でもね、あのタクシードライバーの話でね、ちょっとワンシーンだけ、でもそれはすぐもう死んでたからね、もう最初から。最初からじゃないよ、最初はね、死にかけてた、死にかけてたわけじゃなくて、タクシーに乗る前にね、血だらけでだって出たんだから。
血だらけで、あのヤクザに挟まれて、あのヤクザその1がチャーリーさん、まあ、それそうなんだ、そ それがリアルで、リアルで、そうだから挟まれて、もう最後そのいろんなシーンが出てくるわけ、タクシーに乗ってくる、そのいろんな物語があるんだけども、ね、そのさ後半のシーンで僕がもうなんかねもうね何、うん、あの殺されるタクシーの中で殺されちゃうんだけど、すぐね、セリフもほとんど、しかも博多弁だよ、ナンバしよって思ったよナンバしよって、あなた見たでしょ、見たよ、見に行きましたよ。どうでも主人公はマトリックスとか出てたあのコリン・チョウっていうね、香港の男優さんなんだけど、どうだった、僕見てないよね。面白かったですよ、あれは面白かった、よくできてたのに、なんでやんないんだろうとか思っちゃう。なるほどね、海外では、で売り込んでたんだ、コリン・チョウさんが主役だからね。そうそうそう、でもね、あの方はやっぱさすがにうまいですね、本当もう声を出さないで泣くシーンがあるのね、最後、もうそれがすごい演技だった。そうなんだ、うん、見たかったな、すごく良かったよ。ちょうどたまたま行けなくて渋谷かなんかであったんだよね。そうそう、チャーリーさんと一緒にね、あの一緒に行くって誘ってもらって、そうなんだ、行ってきましたけど、幻の映画になっちゃった、ね、もうチャーリーさん本物じゃないかっていうぐらいのすごい嫌だと思って憎たらしいぐらいうまかったでしょ。あ、そう、うん、リアルでした、まあ、そういうねこともありましたけども ね、なんかもうあ、お便りないですか、今日なんかね、見つかんないのかな、またちょっとどっかに迷子になってる可能性もあるけど、ある、ただ雨がすごくてそれどころじゃないんじゃないかって心配してますけど、ね、そうだからね、あのちょっと今ここにもね、あの、要するに、コミュニティ FM っていうのはこういうテレビがあって、今の状況をね常に映してくれてるんでね、でも元々コミュニティ FM っていうのはその災害時のためのね、そうですね、のあれなんだけども、ちょっと九州の状況がねいろいろ映ってて、今 CD 聴きながらちょっといろいろ見てたんですけども、心配になりますね、なんかね、あの僕のふるさとはあの福岡県直方市というところなんですけども、そこにはその川が遠賀川という川があるんですけども、あのそこの詩の歌をねあの作ったんですけども、それを今日はね、リバーサイドマイホームタウンっていう曲なんですけども、松下さんに歌っていただきましょうかいいですか、私が歌って、歌ってください、はい、行きますよ、すいませんね、川が流れてる花が辺りを
はい、ということで松下としみが歌いました「リバーサイドマイホームタウン」というね、あの私のふるさとの歌を歌っていただきましたけどもですね、はい、ね、本当に皆無事でいることをね、あの願っています、どうか頑張っていただきたいと思います、ね、川とかね、様子を見に行かないでねっていうかね、よく見に行くんだよね、あれ気になってね、見に行く人がいるの、台風の時にさ、外にあの遊び回ったりする、俺そんな子供だったよ、今はダメだよ、いや昔はさ、うん、そんな感じだったね、ちっちゃい頃は台風の日は絶対外に出てたもんだから子供はね、うん、昔はね、台風でも優しかったじゃない、なんかある程度行ったら過ぎちゃってみたいな、今はさそこにガーってくるから、うん、もうなんか恐ろしいね、まあ、世界的にね、うん、世界的、なんか昨日のニューストルコもすっごいじゃないですか、うん、すごいね、水浸しで家が流されて 片方では火事なのよ、同じトルコで山火事、うん、なんかね、あちこちで大変なことだよね、異常の感じだよね、うん、心配ですね、なんか本当にね、そういう自然災害というかね、それはもう自然の猛威というかね、あのちょっとどうしようもないけどもね、うん、もう本当気をつけるしかありませんよね、ということでね、お届けしました、なんか、ゲストのね、あの今後のゲストの、はいはい、あの予定をね申します、はい、まず来週がですね、これ、はい、あのいよいよですね、丸山恵子さんですね、はい、どうぞこのままの丸山恵子さんですよ、はい、皆さんね聞いてくださってると思います、やっぱりね、あの吉田よし子さんなんかとね、うん、まあ僕らちょっと割と同世代なので、うん、あのたまにお会いしてちょっとね話すんですけどもね、よし子さんなんかね、花尾くん、やっぱヒット曲が降ってすごい強いよねねえ、やっぱりね、確かにそう思いますよね、素晴らしい、だからまあ、要するにいろんな、そのどうぞこのままだけじゃなくてね、うん、いろんな方が歌ってね、まあ、桃江さんもあったんだっけ、いろいろな曲作って、ね、ゆきさおりさんとかね、うん、そういうね、素晴らしいと思うよね、そう、すごいいっぱいありますよね、丸山恵子さんに曲の作り方をね教えてもらいます、教えてもらいます来週は講座、そうそう、作曲作詞作曲講座ね、講座、いいです ね、うん、今ね、今からちょっとまた作ろうとしてるのよ、今、うん、でだからちょっと今あんまり動けないんで、スタジオとかカラオケとかさ、うん、安く入れるじゃない、うん、でもなカラオケとかも今 やってないね、今もうダメですね、全然ね、うん、うちの近くはもう閉まってる、うん、今どこもダメじゃない、どこもつか、あの緊急事態になっちゃってるから、ただ僕ね、家の近くのちょっとある部屋、うん、防音してある部屋を、うん、あの探し当てて、お探し当てて近くだったのよ、歩いて10分ぐらいでにあって防音してる、だからおらび放題、あ防音してあるから、でそこだったら結構で安くてさ、リハーサル用のスタジオは別にね、うん、大丈夫やね、カラオケスタジオはダメなんだろうけど、リハーサル用のスタジオは大丈夫、リハ用は別に、ね、楽器だけの人もいるわけだし、あそうだよね、マスクしてればいい、だからそこでね、うん、安いんだよ、5時間ぐらい借りても1000円ぐらいだ、ね、ああそれはいいですね、そっちの方が安いんじゃないね、あでもカラオケボックスも安いね、うん、あの朝から晩までで980円とかドリンク、そんなのないんじゃない、え多分そうあるんだ、ありますよね、ありますよ、あ一人カラオケとかそういうやつじゃなくて、うん、まあ一人の料金 ね、もちろん、うん、俺さ知ってるとこ行ってたんだけど、うん、すごい僕の部屋っていうのもあの吉郎の部屋、吉郎の部屋用意してくれんだよ、だすごいそこ助かってて、うん、あの明るい部屋空いてるみたいな、ちょっと広めのみたいな、すあーどうぞみたいな感じでね、助かってたんだけど、今ちょっとねそれ最初マイクどのマイクカラオケのシステムしますかとか言うわけ、会社の、うんうんうん、で俺マイクとかあのカラオケも歌わないしって言って、うん、でそれも覚えててくれてて、うんうん、でそこでね曲作って、家でねできないね俺昔から、うん、あの歌ったりもできないし、曲も家で作ったことないもんね、うんうん、ほとんど、だからそういう
あの自転車に乗ってる時に浮かんだりとか、うん、サビが浮かんだりとかさ、うん、でそれ全部録音しとくのよ、うん、で後でちょっとあのね喫茶店かなんかでまとめたりとかさ、そうか、家で楽器は大丈夫だけど歌を目いっぱいの声では歌えないね、やっぱ歌えない、歌ってやっぱ大きいからね、楽器の響いちゃうからね、で歌う気もしないもんだって俺、うん、あ家でね、うん、ね、そうそうそう、そういうねこともありますけど、なんか声出してないからちょっと歌うとちょっといがらっぽくなりますね。いや最近ね、あの 歌もそうだけど、うん、バランスが悪くてさ、うん、あの歌もそうなんだけど、その弾くピッキングと歌のバランスをちょっとまだもう一回練習してんのよ、うん、そうするとほら手が右手がちょっと前持てなくて、あの、うん、頸椎から来てんだけど、うん、動かなくて、今左手がちょっと押さえにくい感じになってんだけど、まあどっちかいろいろね出てくるんだけど、その動きにくいから力入っちゃうのよ、うん、そうするとそのライブやったらピックがもう割れバリバリに割れちゃってんのね、お毎回だから力を入れすぎてるのか、うん、声があれね、そのバランスをちょっとうまく、あの一人でいろいろバランス作ってね、うん、やってんだよね、うん、そうそうそう、そういうこともねやってないと、私も歌の練習したいけどカラオケボックスがないから、何が松下先生はだってスタジオ借りればいいじゃないですか、他あのどんどん印税が入ってきてんだから、何を言ってるんですかこの嫌味なそんな印税入ってたらここ来ませんよ私はおお、なるほどねいやでもね発声練習ってよくやってたから、私もね声は俺発声練習したことないから、発声練習っていうか歌をねガーって歌わないと気持ちが悪いじゃないですか、うん、毎日やらないとちょっとずつは、うんうん、なんか出なくなってくるよね全然ね、いやもうここ筋肉だからね、うん、弱くなって、うん、ちょっと弱っちいな最近喉がとか思っちゃう、なるほどね、うん、ちょっと不安になりますね、うん、そうかどうか、ということでね、お便りは今日ははい全部行きました、一通り読みましたよ、あ、行きましたか、じゃあですね、江川さんのリクエストは何でしたっけ、江川さんは、うん、不良中年のすすめとかハングリーアングリーかマイフレンド、ハングリーアングリーしてできないんだよ俺、マイフレンド、マイフレンド、マイフレンドこの前やったの、ラベンドやりますか、やりましたね、不良中年じゃあやりますか、不良中年行きますか、じゃあ、うん、行きます、中年行くの、うん、はい、どっちでも明るく、明るく、あ、そうなの、はい、どっちでもどうぞ、あれ、お時間見ながら、そうですね、うん、うわ不良中年曲言わないで変わってない、何一人の世界に上がる、ちょっと今なんかね今日集中なんか考えてるんだね、いろいろ考えてるの、こういろいろこう換気のこととか、いやそれもあるし、ほら故郷のこともあるし、故郷のこととかさ、なんか集中できないとごめんなさいね、不良中年の進み参りましょう、行きますか、はい、Yeah.
ということで不良訓練のすすめ江川さんの遠慮がちにわおとか言って何聞いてる人には分かんないけど、ね、これ映像見て映像を見て楽しんでいただきたいと思います、はい、ということでね、江川さんのリクエストにお答えしました、はい、ということで、うん、さっきね、俺丸山恵子さんまでしか言ってなかったのを思い出したあそうだゲストのご紹介そうよそれで申し訳ないです、ということでねちょっと改めてねもう一回ねご紹介しますとですね、はい、まず20日、10月の20日、10月じゃないです、あ10月じゃない8月、8月の27日は近藤由里さん、20日が丸山恵子さん、それで、はい、佐藤玲さんもねこの時、はい、いらっしゃると思います、ということでね、その、うん、8月の27日、これがゲストがね近藤由里さん、由里さんですね、はい、それで、8月の、うん、は終わりですよ、9月3日、これは清水和夫さん、クイーネスっていうね、あクイーンの、うん、はいはい、2度目ですね、2度目ですね、はい、クイーネスの、はい、清水和夫さんですね、お楽しみいただきたいと思います、あとがですね、はい、9月10日、これ高崎雅子さん、あ、はいはい、ね、キノクニア、はい、キノクニアワン、はいはい、2回目です ね、 これ高崎雅子さんですね、はい、登場いたします、あと9月の17日浩二大内さん、おお。浩二大内さんね、久しぶり、映画がね今 ね上映してますけどね、大活躍、ブルースン・ドレイ、ね、浩二大内さん登場です。それでですねこれ10月1日リーちゃん、リーちゃん、うん、リーリー金平、ね、リーちゃん登場ですね、ありがとう、本当にね続々とゲストの方もね登場していきますけどもですね、リーちゃんも久しぶりね、久しぶりだよね。ね、うん、嬉しい。この間久しぶりだったんだけども。やっぱすごいね、リーちゃんのピアノは。うん、すごいよね、やっぱりね。キーボードは最高。歌もね、うまくなったね。うまくなった、ね。いや、うまくなったなんて失礼ですけども、もともとね、うまいですけど、なんか、ま、ね、すごいかっこよかった。よかったね。久々だったから感動しました、うん。ということでね、あっという間の時間となりますが、何かあるわ。ありますか、告知は。あ、告知はね、8月の28日が土曜日が中山ミスティックさんで、はい、塚さんと桜田、はい、と29日が学芸大学メイプルハウスさんで、はい、これはいろんな人出るんですけど、はい、やっぱ塚さんと桜田で、うん、メイプルハウスさんに出ます、はいはい、ということでね、僕のスケジュールは8月僕ないので、9月12日、これ久しぶりの横須賀ですね。横須賀楽屋。はい、で、ここにも来ていただいた、レトロレジスタンスの、あ、はいはい、ね、周作さんのバンドと、はい、あと内田翔也くんとね、はい、一緒にあります、ということで、ね、これ、9月19日、これ越後屋キューピーもう、カナオバンド、この間行きました。カナオバンドでね、ステージが広がって、ガツンと行きますけどね。あとは、これそんなに多くないけども10月2日これ赤坂フラットンカンティーナ、これもカナオバンドですね、この時はね松下俊美誕生日、おでリエリー金平ゲスト、おお素晴らしい、リーちゃんも誕生日、あそうなんだ、合同バースデー、合同バースデースペシャルゲスト菊田俊介、あ素晴らしいね、これはちょっと音楽魂だよ ね、音楽魂ライブだね、これは面白くなると思います、ぜひいらしてください、ぜひね、もうちょっと先ですけど、ということでね、もっとちょっと先ですけどもね、また宣伝させていただきます、ね、あっという間のね、1時間でしたけども、はい、今後ともねこういう、感染対策しながらですね、やっていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします、ということでお相手ははい桜田たけしと、はい松下としみ、加納義郎でございました。来週のゲストは丸山恵子さんです、よろしくお願いいたします。 See you next time。
りを埋め尽くす。